琴平急行電鉄で1系電車、琴平急行電鉄で1系電車、琴平急行電鉄で1型電車は、琴平急行電鉄が、同車路線の開業に際して1930年、昭和5年に導入した電車、制御電動車である。琴平宮への参拝客輸送を目的として、1930年、昭和5年4月に、 境で電鉄こと平間で営業を開始した、こと平急行電鉄線にて運用する目的で、日本車両製造本店において、計6両が申請された。その後、で1系電車は、こと平急行電鉄線が不要不急線に指定され、営業休止となったことに伴って1944年、昭和19年3月に、名古屋鉄道、名鉄へ上渡され、 同社も180軽電車として1973年、昭和48年まで運用された。以下、本校では、第1軽電車を本形式と記述し、琴平急行電鉄在籍当時から名鉄への譲渡後の動向にかけて衝述する。車体長 11035mm、車体幅 2440mm の構え台周など一部を除いて、 リベットを排した溶接工法によって製造された小型反抗性車体を備える。緩い円弧を描く丸つま形状の前後つまにそれぞれ運転台を設けた両運転台仕様でつまには3枚の前面窓を均等配置し貫通扉などを持たない非貫通構造とした側面には乗務員扉を設置せず乗務員スペースに相当する箇所に側窓を各1枚設け 1 0 0 0トル幅の片開け客用扉を片側2箇所、客用扉間には、側窓8枚をそれぞれ配置、側面窓配置は 1D8D1D 客用扉である。前面窓及び、戸袋窓を除く、側窓はいずれも落とし窓方式の一段窓で、客用扉間の開閉可能な側窓の外部には、保護棒を設置し、また側面腰板部には、 行き先表示板係、サボ係が設置された。車体塗装は濃い茶色一色塗りである。屋根状の通風機、ベンチレーターはガーランド式のものを左右2列配置し、左右4機ずつ1両あたり、軽発機搭載した。なお、本形式の車体各部寸法など、基本設計は、現在の西日本旅客鉄道壁線を付設、運営した事業者である小浜鉄道が、 1928年、昭和3年に、同じく日本車両製造本店において、申請した1系電車と1である。ただし両車は細部には、相違点を有し、例えば前後つま面の前小塔の設置位置については、広浜鉄道1型が、全面中央倉下の幕板部へ1等、設置していたのに対して、本形式は全面や昆布中央に取り付けステーを、返して1等設置した点が異なる。 車内はロングシート仕様で座席表皮、シートモケット色は青色系とした。車内照明は白熱等式で客室スペースに4等、乗務員スペースに前後各1灯ずつの計6等設置した。車内天井部には釣り皮を設け、客用扉間の側窓上部には荷棚を設置した。琴平急行電鉄線の輸送需要を勘案して、 本形式は単行運転を前提に設計され、制御方式は直接式とされた。各運転台には直列4ロッチ、並列4ロッチの K8 段の立行ロッチを備える、日立製作所 DRBC447 直接制御機が設置され、自家並列組み合わせ抵抗制御による速度制御を行う。主電動機は同じく、 日立製作所製の HS-254D 直流直巻電動機、端子電圧 600V 時定格出力 50kW65HP を1両あたり2機、歯車比3.35で搭載し、駆動方式は吊り掛け式である。台車は、日本車両製造製の蛍光組み立て形吊り合い、量式台車 D12 を装着する。 同台車の固定軸間距離は 2000mm、車輪径は 860mm である。制動装置は、SM-3 直通空気ブレーキを常用、その縦用制動及び直接制御機の操作によって、動作する、非常用発電制度を併設する。終電装置は、日立製作所製の N 型と称する、横返し型の小型ヒシ型パンタグラフを採用。 一旦の屋根状に一両あたり一機搭載した。連結器はシャロンした作用式の並形自動連結器を採用、前後つま面下部に設置した。本形式は開業前年の1929年、昭和4年10月30日付で設計認可申請を行い、1930年、昭和5年3月31日付で認可され、 翌4月1日付で6両分の竣工届が提出されている。同6両の記号番号は、で1で3で5で7とされ、で4は意味番号として、当初より欠番とされた。その後、1935年、昭和10年1月19日付で、で6をで8と、改版した。これは、同社が収益直後の1930年。 昭和5年9月に発生した境出駅構内の車止めへの衝突事故を皮切りに、以降合計5度の事故を起こしたことから、縁起を担ぐ意味合いで開番を実施したものとされる。琴平宮への参拝客輸送を目的として、開業した路線は琴平急行電鉄線のほ九1922年、大正11年に開業した琴平三宮電鉄、1927年、 昭和2年に開業した琴平電気鉄道、現、高松琴平電鉄の2路線があり、さらに鉄道省の運営する土産線を含めると計4路線が競合する状態であった。そのうち最も遅く開業した琴平急行電鉄線は、営業成績が開業当初より低迷し、苦しい経営を強いられた。そして、太平洋戦争の激化に伴って、 琴平急行電鉄線は、金属類回収例、鉄材教室に基づく、不要不急線に指定され、1944年、昭和19年1月に営業を休止した。路線休止によって、用途を失った、本形式は、沿線に多くの軍需関連施設を抱え、戦時体制下において輸送力増強が急務であった、名古屋鉄道、名鉄へ、全6両が譲渡された。 書類上は1944年、昭和19年3月7日付年下で譲渡されたこととなっているが、名鉄側に残る記録では、前年の1943年、昭和18年6月購入とあり、実際には書類上の路線休止年月である1944年は19年1月以前より営業を休止していた可能性が指摘されている。 上渡後ので 1K1 から3.57.8は、名鉄においてはも1 8 0系の形式称号、及びも181対も186の記号番号が付与された。導入に際してはパンタグラフを名鉄における標準機種であった東洋電気製造 PT-7 へ換装した程度の紹介像に止められ、当時火線電圧が直流 600V 規格であった。 微細線において運用を開始した。当時の微細線は微細線を伏設運営した微細鉄道発注の模百系、初代など高経年の木造車によって運行されており、小型車ながら比較的経年の浅い反抗性車体を備える本形式は、琴平急行電にちなんだ、コンピラさんの愛称で故障され、利用者や現場から歓迎されたという。また、 戦中戦後の混乱期においては、構造の単純な直接制御仕様の本形式は、間接制御仕様の他形式と比較して、ゆえが少なく、微細線の輸送力維持に貢献した。1948年、昭和23年5月に実施された、西武線各路線の河川電圧1500ボルト、昭和工事完成に伴って、従来幹線系統において運用された従来車、 各形式のうち、省圧改造対象から外れた各形式は、河川電圧6 0 0トのまま損置された、四川区へ転用された。その影響により、本形式は、微細線における運用から撤退し、竹花線へ転用された。同時期にはも186が、主電動機を従来車の発生品である、ウェスティングハウスエレクトリック製の WH-546J。 単子電圧 600V 時定格出力 48.49kW に換装し、さらに DRBC-477 直接制御機に代わって、イングリッシュエレクトリック製の M-15C 自動加速制御装置を床下に搭載、間接自動制御、AL 制御仕様に改められた。さらに1952年、 昭和27年12月の微細線の河川電圧 1500V 昇圧工事完成に伴う車両転配に際して本形式は伊比線系統に在籍する四輪単車各形式の代替を目的として全車とも1953年昭和28年8月から同年9月にかけて順次転属した転属に際しては伊ビ線系統においては連結運転を行うため これまで、ことひら急行電鉄在籍当時の使用のまま、運用されたも18も185についても、主要機器の改造が実施された。前期5両はも186と、同じく、M-15C 制御装置を床下に搭載して、AL 制御化され、制動装置はも186を含む6両全車とも、従来の SM-3 直通空気ブレーキに、欠運転を考慮して、 非常弁を追加した SME 非常直通空気ブレーキへ改められた。その他、イビセン系統の各駅のプラットフォーム構を考慮して、客用扉下部にステップが新設されている。なお、も18 181対も185の間接制御によって発生した5両分の DRPC-477 直接制御機は、 岐阜市内専用の路面電車車両も570系574.575、及びも580系581から583の申請に際して転用された。その後、1966年、昭和41年に、主電動機の使用が異なるも186が、主要機器の予備品確保を目的として、電装解除、制御者化され、 約2 1 6 0系2 1 6 1と形式及び記号番号を改めた。1969年昭和44年12月にはも181対も183が片側の運転台を撤去して変運転台構造に改められたほかも6 0 0系、2台の申請に際して従来装着した D12 台車を同形式へ供出するため台車交換実施され、 同時期に廃車となった木造車の発生品である、住友製工所 ST-9、も181も183及び、ブリル 27MCB-1 も182にそれぞれ乾燥された。翌1970年、昭和45年7月27日付で空2161が除籍され、も181対も183と、 同じく D12 台以上も600系、2台へ供出した。残るも181対も185についても、当時河川電圧600ボルト路線区であった、瀬戸線への3700系、2台導入に伴って、余剰となったも700型、も750系、国三3 2 0系の各形式が、伊比線系統へ転用されたことにより、1973年、 昭和48年12月25日付で全車除籍され、本形式は形式消滅した。廃車後も185と推定される車両が、車体のみ損置され、岐阜県尺、岐阜工場の裏手において、倉庫代用として用いられたほか、も600系、2台へ転用された計4両分の D12 台車は、該当するも603も606の、 無自動形式中最後まで残存したも606が2005年、平成17年3月31日付で廃車となるまで現存した。また、も570系及びも580型へ、転用された DRBC-477 直接制御機は、後年豊橋鉄道へ譲渡され、同社も3200系 3202.3203? となった元名鉄も5 8 0系5 8 1 5 8 2に搭載された2両分が2013年、平成25年8月現在も継続使用されており、こと平急行電鉄で1型に由来する唯一の現存物となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。